ここから作業員の赤宇さんも加わり、さらに超デンジャーな現場へ。はじめまして、よろしくお願いします。え？これ上に登るんですか？待っていたのはタワーの内部にあるはしご。これでどこに向かおうというのか。お、明るい。お、外だ。外が見えた。外が見えた。わあ、外に出ました。うわ、怖い。たどり着いたのは308メートル地点。次はね、これを取り付けるんだ。これ？赤宇さんが取り出したのはガラスの棒のようなもの。これは一体何？電球だよ。電球？あ、電球っすかこれ。え、これで何するんですか？塔の先端につけるんだ。上？あの上取り替えるんですか？嘘でしょ。今回の最大の任務はタワー先端での電球交換だったのだ。この電球は飛行機にタワーの存在を知らせる非常に重要なもの。じゃあ上まで上がりたいと思います。先端を目指して登り始める。うわ、怖い。足がすくんで先に進め。池田哲也、27歳。小学校の頃の夢は宇宙飛行士。彼は今この作業を通して計らずも夢にまで見た宇宙へと近づいている。恐怖を押し殺し、強烈な風にさらされながらも一歩一歩先端を目指す。だがその眼下には、たっけー、めちゃくちゃ高っ。うわっ、これはこ、もうダメだ、高すぎる。先端まであと10メートル。ところが極度の緊張と疲労で体力が奪われていく。あとちょっと。最後は気迫で勝負。登り始めて1時間、ついに先端に到達。だが腕が完全に握力がなくなりました。たけ、もう怖すぎます。ここ立ってらんないっすもん。やばいです。一番上は人一人がようやく立てるだけの狭い足場。しかもかかとがはみ出している。ここでこんなところで作業するんですか？すると怖がる池田を尻目に赤宇さんが作業を始めた。ドア開きました。箱の中にあるこの電球を交換するのだ。ああ、なるほど、そうやって外すんですか。赤宇さん両手放しじゃないですか。この高所でも淡々と作業をこなしていく赤宇さん。ものの1分で交換終了。君は奥のをやってくれ。え、こっち？うわ、こっちもやるんすか？嘘でしょ。移動できないっすよこれ。池田が交換するのは隣の電球。
高さ338メートル、この狭い足場をつま先立ちで移動する。足がすくんで動けねえ。ここへ来て池田の動きが止まってしまった。しかし10分後ようやく動き始めた。めちゃくちゃ怖いです。足元が見えないのでゆっくりと踏みしめながら移動する。うわ怖い怖い。あったあったあった。2個目ありました。2個目ありました。なんとか隣の電球までたどり着いた。しかしこの不安定な足場で作業をするために両手を離せるのか。怖い怖い。手を離します。ちょっと待ってください。じゃあ待って OKOKOK。今この位置まで来ました。これで原島さん、原島さん、店長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 、両手離せ。あとは電球を入れ替えるだけ。カメラマンも命がけだ。オッケー。お兄のやつ来ました。ここ入れて、ここに入れて、そしていきます。どうだ、やったー、電気ついたついに作業完了。デンジャーハンター池田哲也、マカオタワーでの作業に見事成功。広い世界にはまだまだ私たちの知らないデンジャーな仕事がたくさんある。